そうです。今回はトトレーニング中につけけるベルのの正ししいい方とその意味を説明していきます。今回の動画の流れとしてはまずはベルトをつける意味の解説とそしてその後実際の巻き方そしてよくあるつけ方のミスの例そして最後におすすめのベルトといった形で3つのパートに分けて解説していきます。ではまず1つ目の,このベルトを巻く理由から説明していきます。大前提、覚えてておいて欲しいしことが、 このベルトを巻いたからといって腰の怪我を防げるわけではないということを覚えておいてくださいまそれがどういうことかというとベルトは腰を守ってくれるわけではなくて高めた腹圧を意識しやすかったりとかキープしやすいといった役割がメインとなりますなのでこれをはめたからといって腰椎の安定性が増して腰の怪我のリスクを減らすとかこれを巻かないことによって腰椎がグラグラになるっていうのは そもそも腹圧を高める呼吸法が間違っていたりとかそういった怪我をしやすいフォームでトレーニングしてしまっていることが原因ですなので覚えておいてほしいことがベルトを過信しすぎないことですあくまでもサポートの役割なのでこれを付けたからといって腰を痛めないといったことはありえないですじゃあこのベルトじゃあなぜ巻くのというと先ほど言った通り腹圧をしっかり高める意識を持つとか 腹圧をキープする際にすごく役に立ちます。腹圧の動画は過去にもいろいろ出しているのですが、まず腹圧というのはこの腹と呼ばれる部分にしっかり息を吸い込んでいって、まあ、お腹膨らますようなイメージです。息吸った時に、でこういった形でお腹が膨らんで、ここをぐっと固めるようなイメージですね。でその際にベルトを巻いておくことによって。 ベルト巻くことによって膨らんだ圧膨らんでいく感覚に対してベルトが押し返してくれるので腹圧を高める意識を持ちやすいといった形ですこれ外してみるとここの支えがないのでお腹が出た後も少し感覚つかみにくい方も多いと思いますなのでそういった意味でもベルトをつけると腹圧を高める感覚を掴みやすいといった意味でも使えますそしてもう一つが ベルトを巻いて腹圧を高めますでしっかりとこう腹圧を高まった状態で自分の腹筋以外にも腹圧を高める呼吸で出てきたお腹をベルトが押さえてくれるので自分の腹筋以外にももううつ支えができるような,イメージですなのでこういった効果から腹圧を高める意識を持ちやすかったりとかあとは高めた腹圧をキープしやすいといった作用があります。まあ その結果的に腰回りが安定して負担っていうのは減ったりはするのですがそもそもやっぱり腹圧が高めれてないと大きな怪我をしますしでベルトをはめたからといって腰を怪我しないというイコールの関係にはならないと思います。といった形で今の2つですね腹圧を高める意識を持ちやすいのとキープしやすいこの2点がベルトをつける主な理由になってくるので実際に。 ベルトを巻く際に間違った巻き方をしてしまうとこの腹圧っていうのがうまく高めれない例が多く見られます。なので次に実際のベルトのちゃんとした付け方とよくあるミス例っていうのを見ていきます。それではベルトの巻き方を見ていきます。でベルトの巻き方っていうのは最終的にはもう個人差になってしまうんですがある程度基本は決まってます。そして基本を守らないと。 高めた腹圧というのをキープできなかったりするので、まず基本形を抑えることを覚えておいてください。そしてよくあるミス例では、その基本形から大きく外れすぎたものを紹介しているので、えー、参考にしてもらえたらなと思います。で、今回用意できるベルトが、このレバーアクション式といって、まあどちらかというとこれ持っている方少ないかと思うんですけど、別にこれであろうが、あの。 ピンのタイプのベルトであろうが基本的にはやることは一緒なのでまず基本の巻き方これで見ていきます。まずベルトの巻く位置なんですけど上例えば肋骨ここ触れると思うんですけどこの肋骨にかぶるような位置に巻くのではなくあとはこの腰ですね腰の骨にかぶるのでもなく大体このベルトの下の部分がここ骨の出っ張りあると思うここに骨の出っ張りが触れると思うんですけどその少し上か。 やや被るぐららいいでつけてもらいますこれは体型によって違ったりとかまあその好みによって違ったりはするんですけど大体いいこの骨の少し上に一番下の部分がくるように巻いてあげてください。でこの状態であとはこのピンをピンのタイプベルト巻いていくかレバーアクションであれば締めます。でこのの締める際の意識なんですけど よく言われるのはこの締めるときにドローインしてくださいって言われます。まあ、ドローインっていうのは息を吐き切ってふって吐いてお腹に力を入れた状態です。でこれは基本的にしなくてオッケーでその理由というのは腹、えー、圧を高める呼吸っていうのはブレーシングと言われて息を吸って腹圧を高める方法です。なのでドローインっていうのは息を吐いてお腹を固める方法なのでちょっと方法が全く違ってくるので。 まずはリラックスした状態で締めてください。うん、でリラックスした状態で締めてもらってここでちょっと指が入るぐらい余裕を持ってあげますこれぐらいですね余裕を持ってあげてでこの状態で腹圧を高める呼吸しっかりと大きな腹式呼吸をしてあげてそうするとお腹がしっかりぐっと前に出てくると思いますでここでうっとあのお腹殴られるようなイメージで 力入れてあげるとしっかりとお腹が出たことに対してベルトと腹筋で圧をかけることができるのでここで腹圧全体が高まりまりすそしてこの状態でトレーニングするっていうことが腹圧をを高めた状態プラスそれのの補助すするベルトの役割ですもう一度ちょっと流れだけ見ていくとリラックスした状態でまず普通にベルトつけてもらってこの。 足の骨の骨ここですね腰の骨の出っ張りの部分にベルトの下の部分が被るぐらいか少し上に来るぐらいこれは体型差によって変わるので,でこのままベルトをリラックスした状態を締めてもらって指がしっかり入るぐらいです、ね、に巻いてもらいいいに巻てもます。そしてそのまま腹圧を高めてもらって呼吸してしっかりお腹が出た状態でこっちが押さえてくれてる腹筋でも押えるっていったようなイメージでトレーニング動作を移っていきます。 では次はベルトの巻き方、ええ一番多いミス例をちょっと見ていきます。で一番多いのはやっぱりこうきつく巻きすぎるということで、でちょっとピンタイプのでやってる方に多い印象があるので、ちょっとこれで代わりでベルトで紹介していきます。で例えばこうやって巻いていった時に普通にきっちりに巻くっていうのもええと問題なんですが、結構こうこここういうシチューとかを使って無理やりこうぐっときつく巻いて きっちきっちまでやってぐっと締めるって言った方が多いです。で、このパターンっていうのは何が良くないかというと、きつく締めすぎることによって、そもそも息が吸えないということになります。まあ、先ほども言った通り腹、腹圧を高めるというのは腹式呼吸でしっかりお腹に息を送り込まなければいけないのですが、ここをもうぎって締めてしまうことで、えー、そもそも息が吸えない環境を作ってしまいます。で、 結構多いのがこれきつく巻くためにお腹へこませてグーッと引っ張っていって巻いてつけるって言った方多いんですけどこれをしてしまうと腹圧をキープする役割であったりとか腹圧の意識っていうのは抜けやすくなると僕は思うのであまりこうきつく締めすぎないように気をつけてください。あくまでも目安は指1本,指1本というか入るぐらいの 余裕を持たせてあげる方が、しっかりと息を吸った後に腹圧高めやすいと思います。そしてよくあるミス例2つ目が、ずっとベルトを巻いてしまっているということです。インターバル中もトレーニング中も関わらずずっとベルトを巻いている例です。これっていうのは何個か原因は考えられて、まず1つベルトが緩すぎる例ですね。 1> まあこう指1本入るぐらいは開けてくださいと言ったのですがこれが例えば指23本分こう縦で入るとかそういった場合言うすぎるのでベルトしてる意味があんまりなくなったりとかあとはえっとね、まあ、よく言われるんですけどベルトを巻いてたらベルトを常に巻いてたらあのウエストが細くなるとかね、まあ、言われたりするんです基本的にそうやってありえなかったりはするんで、まあ、そういったことはえっと、うん、なしにして。 基本的にインターバル中は絶対ベルト外してもらいます、うん、で外さないとしっかり回復、まあ、深い息も、えー、深い息というかしっかり回復しにくいのでしっかり外してあげてトレーニング入るる前だけつけつてあげるようなイメージですなのでずっとベルトをつけっぱなしにできるという方はそもそもベルトが緩すぎるかそういったちょっと,、えー、と謎の効果に期待してしまっている可能性が高いので、えー、とちょっとベルトサイズ見直してみてください。 最後におすすめのベルトを紹介していくのですがこれは体型とかその人のトレーニングとかいろいろ環境っていうのは変わりやすかったりするんですけどこういうバーベルトレーニングですねスクワットとかベンチプレスデッドリフトを中心に行いたいなという方はこういったレバーアクションベルトというのがおすすめです。よくあるこうベルト っていうのは、背中が、え、腰の部分が太くて、前が細くなっているベルトっていうのがあったりするんですけど。あいたのって、こういうのに比べると、その腹圧を高める意識が持ちにくかったりとか。まあ、キープするための補助っていう効果が少し低いかなと感じます。なので、えっ、ー、と、ウェイトトレーニングをちょっとがっつりやりたいという方は、こういうレバーアクション式のベルトですね。ここで固定して、締めて。 で外すっていうタイプのやつがおすすめででこれを選ぶ際の基準なんですけど、ここの分厚さというのがね。結構大事になってきます。で、この分厚さがこの。 僕が使っているシークのこのレバーアクションベルトというのは 10mm1cm ぐらいですねの幅なのでそんなにこう肋骨とか他の部分って痛くなかったりするんですけど他のものでいうと 13mm のものがあったりとかもうちょっとそれ以上あったりするんですけどそれは分厚すぎて結構痛みがが出ることが多いですまあ浜田洲くんも実際に SBD のベルトを使ってた時期があったのですが。 肋骨がすごく痛いとかこの先ほど言ったこの腰の前の骨の部分ですねここに当たって食い込んですごく痛いというのは聞いたのであんまりこう分厚すぎるのは初めはおすすめしないかなと思うので、えー、と僕使ってるシークのベルトレバーアクションベルトですねこれはえと特に痛みもなく初めからある程度柔らかいので、えー、とおすすめです。が まあ販売している時としてない時があるのでまあ機会があれば買ってもらえたらいいかなとおすすめです、えー、レバーアクションは基本的に、えー、おすすめしているんですがまあ向かない方というのは結構ね体重の増減がある方っていうのはあんまり向かないかもしれないですまあその理由としてはこの後ろにある穴の数に限りがあってこの範囲でしかウエストって変えれなかったりとかあとはこの大きな範囲になってなってしまうんですよねちょっと細かい範囲じゃなくて大きな範囲での、えー、と 付け替えになっていくのでまあ結構体重の変動が激しい方っていうのはどちらかというとこれをしてしまうと緩い時があったりとかきつすぎる時があったりとかそういった差は出やすいのでまあ、えー、とあんまり1年を通して体重は変わらないまあ僕も基本的に体重は1年通して変わらないので、えー、そういった方には、えー、これおすすめです。以上がベベルルトト巻く意味とその付けけ方ににななりりますす改めて繰り返しにははるんですけどベルトはね あくまでもサポートしてくれるだけなのでこれに過信せずにしっかりと腰を怪我しないホームであったりとか腰を守るための腹圧の高め方練習してもらうことをお勧めします簡単な腹圧の高め方の練習方法でいうとこういった形でベンチとかでもね、何でもいいので上向きの状態で寝てもらってすごく軽いものをお腹の上に乗せてもらいますそしてそのお腹の上のものをお腹で弾き返すようなイメージで お腹に空気を入れ込んであげてそしてお腹がぐーっと上に高まったタイミングでしっかりとウッとね殴られるようなイメージを持ってあげて腹圧初めは寝た状態の方が腹圧って入れやすかったりするんでどんどん慣れてくると座った状態立った状態っていうのを変えていってあげてしっかりと腹圧呼吸練習していってもらったら怪我は減らせるかなと思います。 では今日はこれで終わります。